これが新しいデュエルハードコアバスシリーズです。まあこれナイロンラインなんですけど、今まであのお使いの通常のナイロンラインよりも低振動、そして耐摩耗性が格段に上がってます。だいたい今までお使いの、そうですね、ラインの約5倍ぐらいの耐摩耗性があります。まあ耐摩耗性っていうのは擦れですね。ウィードに擦れたり、岩に擦れたり、まあ、そうですね、砂地コンクリートに対しても耐摩耗性がかなり優れてます。で、今までのナイロンラインって言いますと、そうですね、伸び、例えばあの日中はクロロカーボンで普通のクランクベイトだったりバイブレーションプラグだったりをやっていて、夕方トップやろうっていうとナイロンラインだと伸び伸びでもうアクションがうまくできなかったのが、これだともう低振動なんで本当にアクションもスムーズにできますし、あの水切れもすごくいいですね。で、低振動っていうとあのゴワゴワしてるイメージがあると思うんですけど、かなりしなやかでスプールの馴染みもすごくいいですね。で、まああと特徴的なのはこれ 150m 巻きなんですよね。で、 75m でマーキングがついてるんで2回使えるお得だと。で、大体こういう琵琶湖のような釣りだと 50m マーキングだと足りない釣りがあるんですよ。どうしても距離が出す釣り、遠くへ飛ばすってことで 50m じゃ足りない、 75m にしたのがミソです。で、従来の、まあ、今までのフロールプラス、フロロカーボンですね、でサイバープレックス、ナイロンプラスフロロのコーティングで XTEX コブラ、この従来品も 150m 巻きが新発売しますんで、ぜひ使い比べてみてください。まあこのラインの中でね、お好みがあると思いますけど、釣りとシチュエーションに分けて4種類を使い分けてください。